檀家澄さんの火元石。弾痕に似ていることから、檀家澄さんの3つのロマンティックストーンの一つと言われる。中国檀家澄は中華人民共和国の世界遺産の一つである。檀家澄は中国南部に残る赤い堆積岩が織りなす地形で、それが顕著に見られる6カ所9件が自然遺産として登録された。日本で檀家澄といえば夕焼け雲などの意味だが、中国では地理用語として使われる。檀家澄地形とは、中国南部に見られる切り立った断崖などを伴う赤い堆積岩の地形である。檀家澄地形の名前は直接的には檀家澄山に由来し、その山々の断崖が単位霞のように見えたことによる。地理用語としての檀家澄は、中国では1920年代以降に地質学者たちによって使われるようになったという。種としてジュラ紀から新第3紀に形成されたもので、それらの地形を形成する砂岩や礫岩は、中国南部の亜熱帯性の気候において、雨季に川や湖に流れ込むことで堆積した。そして、湿潤多雨な気候による侵食作用やヒマラヤ山脈の造り山活動を含む大規模な土地の隆起などによって独特の景観が作り上げられていった。檀家澄地形は中国全土で780カ所以上存在しており、2010年時点で138件存在している中国ジオパークのうち14件が檀家澄地形に分類されている。ただし、世界遺産推薦時に勧告を行った IUCN は国際的に認知されている定義がまだないとも指摘していた。檀家澄地形は中国南部に多く残るが、世界遺産に登録されたのは以下の6カ所9件である。これらの檀家澄地形は形成期に違いがあり、それぞれの特色をよく表している。内胎内の檀家澄、龍虎山、檀家澄山の3カ所は、世界ジオパークにもなっている。以下は世界遺産登録順であると同時に推薦時に並べられた順番でもあるが、中国政府は幼年期、壮年期、老年期の順に2カ所ずつ並ぶようにとしていた。貴州省の赤水市に残る檀家澄は6カ所の中で最西端にあり、赤水はまだ浸食初期と言われている。赤水西部と赤水東部に分けて登録されている。前者は赤水風景名勝区の一部で、面積は11142ヘクタール。後者は赤水梢国家級自然保護区と水、亜熱帯常緑樹林国家級自然保護区のそれぞれ一部に該当し、面積は17222ヘクタールである。赤水の檀家澄を形成する岩には、鉄分やマンガンが含まれており、それが檀家澄地形の赤色を生み出している。しかし、檀家澄の多くは緑に覆われており、ところによっては、地色の赤が見えにくいほどである。そのため、緑の檀家澄の異名もあるという。その緑には、ジュラ紀や白亜紀から残る絶滅危惧種のヘゴの一種も含まれている。ヘゴは、上で挙げた、赤水梢国家級自然保護区という自然保護区の名前にも使われている。赤水の檀家澄地形に生育するイカンタバ植物は1964種にも及び、115種が IUCN レッドリストに掲載されている。動物省も豊かで、哺乳類72種、鳥類147種、爬虫類37種、両生類31種、魚類117種、昆虫1264種が確認されている。うち368種は中国のレッドリストに掲載されている。赤水の檀家澄は標高240メートルから1750メートルまでの地形によって成り立っており、1500メートルを超える高低差は登録地域の中でも群を抜いている。また、千滝の故郷の異名を取るほどに滝が多く、檀家澄地形の滝としては最大の十条洞滝や最大水量を誇る赤水大瀑布、光栄岳、遠志岩瀑布、美人串瀑布、氷川津崖瀑布などが見られる。中国の檀家澄地形の研究者には、規模、景観美、変化などの面で、赤水、檀家澄は中国随一の檀家澄と評価する者もいる。福建省の泰寧県の檀家澄は、台寧北部と台寧南部に分けて登録されている。前者は、台寧風景名勝区の北部と、安市寧世界地質公園を含み、面積は5277ヘクタールである。後者は、台寧風景名勝区の南部と、国家森林公園を含み、面積は5810ヘクタールである。674メートルから200メートルまでの地形で構成されており、高低差は474メートルである。台寧の丹霞地形は発達の初期段階に属している。規模や形状の面でも特徴的な洞窟が多くあることから、丹霞洞窟博物館の異名を持つ。台寧世界地質公園は2005年に認定された。これは福建省では初めてのことで、その地域は世界遺産の資産及び観賞地域に含まれている。移管束植物は1276種が生育している。脊椎動物はハイタカ、カラヤマドリ、センザンコウ、ニシキヘビなど380種が生息し、昆虫も1509種が確認されている。台寧の丹霞にある村落では、鉄分などを多く含む丹霞地形を生かして、茶の好みから取る高級食用油、茶油の生産が行われてきた。その一方で、世界遺産登録を機に観光地化も急速に進められるようになっているという。三々は、湖南省新寧県にある山で、世界遺産登録面積は6600ヘクタールである。登録面積の大部分は山風景名勝区と重なっている。最高峰は818メートルで、最も低い地点が302メートルである。壮年期に位置する丹霞地形が見られ、典型的な1000点が複数見られる。1000点とは、侵食作用によって形成された、切り立った崖の幅が狭く、そこを通っている時に空を見上げると細い線にしか、見えない地形を指す。山にはそうした1000点が10ほどあるが、その中でも、天一巷は、最大で1メートルもない細い道幅の両側に100メートル以上の高い崖が喫立している。侵食によって生まれた器官には、犬の頭、ケラ、巻貝などとあだ名のついた巨峰も含まれる。また、アーチ状になった上部だけが残ってしまい、自然の橋のように見える地形もある。この橋は全長64メートル、幅14メートル、高さ20メートルという巨大なもので世界最大級の規模だという。辣椒峰も奇観として有名で、辣椒が地面に突き刺さったかのような形、つまり赤色で山麓がすぼまり、山頂の方が膨らんだ形をしている。スパイダーマンことアランドベールが2002年に素手で登頂して話題になった。山には移管束植物1421種、菌類150種が生育し、固有種も多い。うち52種は IUCN のレッドリストに掲載されている。動物は哺乳類26種、鳥類94種、爬虫類35種、両生類19種、魚類36種、昆虫819種が確認されており、うち IUCN レッドリストに掲載されているのは2種である。馬人遺跡丹霞山は、広東省、小石市人家県にある山で、世界遺産登録面積は 16,800 ヘクタールである。6カ所の中で最も南に位置している。丹霞地形の名前の由来にもなった山であり、白亜紀に堆積した砂岩や礫岩が、新第3期のヒマラヤ造山運動も含む、長期間の上昇運動などの影響を受けて、成立した。主峰は618メートルで380にもなる赤い峰や断崖がひしめき、独特の景観を呈している。丹霞山は2004年の第1回国際ユネスコジオパーク会議で世界ジオパークに認定された場所の一つで、世界遺産登録地域も観賞地域もその一部である。6カ所中最南端に位置している。景観美にとどまらず、生態系の面でも貴重な動植物が生息している。移管束植物は1757種が生育し、うち10種は IUCN レッドリストに掲載されている。動物省については、哺乳類88種、鳥類156種、爬虫類41種、両生類37種、魚類100種、昆虫1023種が確認されており、うち IUCN レッドリストに掲載されているのは73種である。また、個人類学の面で馬人の頭骨が発見されているほか、新石器時代の石鏡文化遺跡が発見されるなど、人類との結びつきが古いことも指摘されている。伝説上は、春帝がこの山に登って楽器を奏でたとされる。隋の時代以降は、秦の時代に至るまで、多くの仏教寺院が建てられた。龍虎山の丹霞地形賢母遺跡群龍虎山は、江西省貴慶市にある山で、世界遺産登録地域は、面積 16,950 ヘクタールの龍虎山地区と、面積 2,740 ヘクタールの貴峰地区に分かれる。これらは貴慶市の龍虎山風景名勝区と、抑揚県の貴峰風景名勝区に含まれている。最高峰は 401.1 メートルである。2008年には、龍虎山世界地質公園として、世界ジオパークに認定された。ジュラ紀後期の信枝断裂陥落盆地の形成の頃から、礫岩の堆積が始まり、白亜紀後期の湿潤な気候がもたらした雨季によって、当時湖だった場所にはさらに砂礫が堆積していった。こうして堆積した礫岩の膨大な層が、龍虎山丹霞の基盤となっており、その後の時代の侵食作用や風化作用の影響で多彩な丹霞地形を生み出した。断崖、石林、洞穴など26種に分類される丹霞地形のうち、龍虎山では23種類を見ることができる。世界遺産推薦書では、丹霞地形のすべての基本型を備えていると紹介されていた。この地には、イカンタバ植物1626種が生育し、うち5種が IUCN レッドリストに掲載されている。動物賞については、陸生、水生合わせて367種の葉膜類が生息しており、うち16種が IUCN レッドリストに掲載されている。古くから山水画や漢詩の題材となってきた。景勝地であり、道教が生まれた場所とされるなど、文化的な影響も大きい。龍虎山という名前自体が、道教の伝説と関わりがあり、五斗米道を開いた、長領が先端を作り上げた時に龍と虎が現れたことから、この名前がついたのだという。また、春秋戦国時代に絶壁をくり抜いて作り上げられた、賢母遺跡群は、考古学的な価値もある。ここで発見された遺物によって、中国における食器や染色された織物の歴史が数百年単位で遡ることになった。黄老山は、浙江省黄山市にある山で、世界遺産としての登録面積は610ヘクタールである。2002年に黄老山風景名勝区に設定された。白亜紀の堆積岩が隆起したもので、大規模な断層も見られる。石壁。石柱、洞穴など様々な丹霞地形が見られるものの、形成された時期が古く侵食の度合いも他より進んでいるため、一部の例外を除けば、標高の低い景観が続く。その例外にあたるのが、老峰、阿盆、霊峰と呼ばれる三つの巨石で、周囲から飛び抜けてそびえ立つそれらの標高は、約500メートルである。それらの巨石は、孔という一族の三人兄弟が、巨石に変じたものという伝説があり、黄老山という山の名前はその伝説に基づくという。黄老山には、イカンタバ植物1880種が生育し、うち51種が IUCN レッドリストに記載されている。動物賞については、陸生の脊椎動物が195種生息しているが、142種は IUCN レッドリストに記載されている。その印象的な景観が文化にもたらした影響も大きい。特に唐代以降にそれが顕著となり、唐の宰相たちや白居らが黄老山を称える漢詩を残している。そうした例は、宋、明など後の時代にも指摘することができる。山頂までは3500段の階段が続く。この物件が中国の世界遺産暫定リストに記載されたのは2008年のことである。その時の名前は中国の丹霞地形であった。中国政府はすでに世界遺産に登録されている赤い堆積岩によって形成された地形を含む物件との比較なども踏まえた推薦書を2009年に提出した。推薦を受けて自然遺産登録の諮問機関である IUCN は2009年9月から10月に2人の専門家による現地調査を行った上で口述するように推薦時点では登録基準すべてに適合しないとして2010年に登録延期を勧告した。しかし、その年の第34回世界遺産委員会では逆転での登録が認められた。中国政府は自然遺産の基準すべて、つまり基準に適合するとして推薦していた。より正確には赤水、丹霞、大嶺丹霞、丹霞山にはすべてが、山には基準が、龍虎山には基準が、黄老山には基準とが適用できると主張した。しかし、このうち基準とについては IUCN の勧告で留保なしに否定された。まずそれについて見ておく。IUCN は残り2つの基準についても比較研究の不足やそれに伴って推薦地域のみに顕著な普遍的価値があるとする証明が不十分であることなどから将来的に適用できる可能性に触れつつも推薦時点では適用できないとした。しかし世界遺産委員会ではその勧告が覆されたためこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には基準は設理などによって喫立した赤い断崖や柱の基幹のみならず、そこに生い茂る緑や滝などが対照的な自然美を作り出していることや、それが古来山水画や漢詩の題材となって称えられてきたことに対して適用された。基準の適用は温暖湿潤な地域に見られる他の類似の地形と比べて様々な点で優れているだけでなく、相対的に新しく、あまり侵食などの影響を受けていない、幼年期から早い時期に形成された、老年期の丹霞まで形成された時期の違いによる変化を伺い知ることができる、例証としても評価されたことによる。世界遺産としての正式な登録名は、チャイナダンクシア、ダンクシアでシーヌである。世界遺産センターは正式な英仏語名とは別に、中国語名として、中国丹霞を挙げている。その日本語訳は資料源によって若干の揺れがある。ありがとうございます。